皆さん、こんにちは。梅雨は、ジメジメした湿気が嫌なシーズンですよね。実は、この時期は、湿気だけでなく、陰気もたまりやすく、運気が下がりやすいシーズンでもあるのです。そこで今回は、梅雨の時期に気をつけたい、運気を下げる、ヘレの特徴をご紹介します。1、換気をせず、閉め切っている。風水において、家の中に風の通り道を作ることは、良い気を循環させる上で、とても大切と言われています。しかし、梅雨のシーズンは、なかなか、換気しようという気になりませんよね。だからといって、部屋を閉め切っていると、どんどん、部屋の気がよどみ、運気が下がってしまいます。雨が入り込まない程度でいいので、家の窓をすべて開けて、短時間だけでも空気を循環させるようにしましょう。2、下駄箱を閉めたままにする。雨が強く降っている時に帰宅すると、だいたい靴はびしょびしょになってしまいますよね。そんな、びしょびしょの靴をそのまま下駄箱へしまうのは絶対に NG。 風水的に見て陰気は水気のある場所に溜まりやすいとされています。また玄関は人だけでなく運気の出入り口にもなる家の中で最も大切な場所です。そんな玄関に陰気を溜め込んでしまうと家全体の運気が落ちてしまいます。靴は必ず乾かしてから下駄箱へ入れるようにしましょう。また下駄箱の戸は梅雨の時期だけは閉め切らずに開けておき、少しでも玄関の気の流れを良くしておきましょう。3、洗面所のタオルを交換しない。トイレやキッチン、洗面所のタオルを交換せずにそのまま使っているあなた、すぐに交換しましょう。水場のタオルは悪い気が最も溜まりやすいアイテムと言われています。可能なら毎日交換した方がいいでしょう。しかし梅雨の時期は屋外に洗濯物を干せるタイミングが少ないので、毎日洗濯するというわけにはいかないですよね。そんな時は安価なタオルを少し多めに買っておきましょう。そうすれば洗濯せずともタオルを毎日交換できるので運気が下がることもないはずです。4、雨だからといって布団を干さない。梅雨時期はたとえ晴れた日でもいつ天気が崩れるかわからないので、なかなか布団を干しっぱなしにはできないですよね。だからといってジメジメした布団を放置しておくのは厳禁です。そもそも人間は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくので、寝起きの布団は湿気をたくさん溜め込んだ状態、陰気の温床になる可能性があるのです。梅雨時期の布団は除湿機などを使って室内で干すようにしましょう。あるいはすのこを敷くなどして空気の通りを良くしておきましょう。そうでないと良い運気がどんどん逃げていってしまいます。梅雨時期に運が下がりやすいのは雨だからといって換気をせず湿気を溜め込んでしまうからと言われています。こまめに換気を行ってなるべく良い運をキープできる環境づくりを心がけましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。